ほんまですか？アートハン農業体験の旅、イエーイ。遅ればせながら来ましたよ、コースターが。ちょっとちゃんとこれでちゃうかったら2度あることは3度ある。ピーターがね、今ピーターがどう入ってくるか見ましょう。こんにちは、小塚美希です。今日はアートマンの農業体験ツアーです。5月27日、みんなで行ってきます。では牧場に向かいます。牧場に来ました。めぐちゃんどこにいてんのやろ。あそこの建物の中がこう、ね、食べるとことか。ちょっとね、牧場っていうのはいろんなトラブルが起こるんです。起こったらその時点で全部直す。だから、石を買うだけじゃないし、畑を作るだけじゃなくて、今日日曜日やから、こうなんでもあれが昔はなかったというのは、部品を常に置いといて、その場で直す。で、なんか、だから、鉄が可動に止まったりしたら、後ろ待ってくれへんよね。で、こば直したいっていうのは人間だけで、後ろにしたら、なんで手出せへん、何してんねんって。だから便利さに慣らされてしまうと人間も同じようになってしまう。もうボタン押したらすぐ電気つく、ボタン押したら何したらできるようになってしまう。それが当たり前ね。なんて当たり前っていうのが一番人間の一番弱いところ。だから自然というのは人間の一番弱いところについてきます。だからよく土砂崩れや何が起こっているのは何かっていうと、あそこの溝をちゃんと掃除しとけばよかったのにな、あそこの穴が崩れかけてんねやったら早めに手を打っとかなあかんなというところに先に目が行くようにならないと自然と対話することはない。自然というのは常に人間の一番弱いところを突ききます。だから土砂崩れが起こったとか洪水が起こった、氾濫したっていうのはどっか人間がミスしてる、見落としてるところがいっぱいあります。今分業社会で IT が全部やってくれると思ってるけど、所詮機械なんです。だからあそこの搾乳ロボットも一緒で、確かに人間がそばへ行ってこうやって搾乳をするのは機械はみんなやってくれるけど、それを動かす機械の原理とかそういうのやつがみんなわからないとすぐ寝ます。だから今日は休みです。フィットネスやったらいろんな道具あるあれでも止まったらどうする。止まった今日は休みとか言うわけにいかへん。でも住んでたったネギがちょっと緩んでただけっていうのがあるんです。だからこうそれには必ず向こうからメッセージが来てるわけです。だから機械も生き物です。機械も一生懸命我々にメッセージを送り続けてるんやけど、それをよう感知しない。変な音するな、いつもと違う音するなとか、そういうのは時は必ず助けてください言ってるはず。そこはそれに人間は慣れの中で生活してしまうと忘れてしまう。そういうことが常に他に井戸水になって、その水をあげるのが全部電気だ。そういうことです。本題に入ります。今度はここに牛乳が1本あります。これ1本作るのに牛はどれぐらいの血液を使っているか。これ牛乳血液を出してますよね。人間も牛乳は全部血液、これだけ。これ
1リットルで約ね。牛は体重600キロあります。そうすると、ね、大体400から500リットルの血液を乳腺内部へ心臓を通して送り込んでいる。んでそこで乳腺細胞で白い液体に変えて我々に提供する、ね、ドラム缶1本から2本オイル合わせたら3本ぐらい1リットルだね。だから牛乳っていうのはそういうの。それと牛乳なんで白いかっていう疑問があったことそういうことなんで雲は白いんやろ。あれ水の塊が、ね、にもかかわらず人間の目に入ってくるときは白くて水やったら透明、無色透明のはずなのに、なんであそこに。あれは小さい水の塊が宙に浮いてて、それに光が当たることによって乱反射を起こして人間の目に入ってきたら白く見える。光の当たりにくい、当たる力が弱いところはグレーに。牛乳も一緒で 80% の水分の中にタンパク質とか脂肪とかミネラルとかそういうやつが水に溶けずに浮遊してる、ね、それに光が当たって乱反射を起こして人間は目に入ってきた。目から入ってくるのはみんな正確なもんじゃないというか分かる。いかに人間の目というか映画や、ね、頭の中を想像してそうやと思い込んでしまってる。ジャージー牛乳はなんて黄色いっていうのは脂肪のところの大きさが脂肪自体の大きさがホルスタインよりも大きいんです。ちょっとね。でそこに何が溜まってるかっていうとこういう今は青いですけど秋になるとこれ見直す紅葉になりますね。あれはカロチンという物質、ね、それが秋になると水分が止まってくるからすごい葉っぱが色が変わってくる。それによって、紅葉が、ね、と同じように牛乳の中に牛は草をたくさん食べるとその草の中に含まれているカロチンという物質が脂肪に集まってくる。ね、脂肪に入ってきたやつは人間の前に入ってくると黄色く見える。でもし今出てるのは低温殺菌の牛乳でノンホモといってタンパク質と脂肪の大きさを同じにしてやる。ところが普通売られてるやつはねここではそうじゃなくて脂肪は脂肪タンパク質酸化といって静かに置いとくと上にクリームラインが出る。これ一番みんなが好きなデコレーションケーキを使う。あるいはバターだ、ね、それがここからの脂肪。だから牛から出てきた牛乳を、うん、皆さん方にの飲んでもらう場合は必ず食品衛生法で乳糖症例と明治にできた症例があって明治ですよ。それは改正しながら言ってるんやけど基本的にちゃんとそれをクリアした牛乳でないと飲んでもらったら困ります。いう風になります。だから牛乳というのはダイレクトに牧場で飲めるかというとまずできないというのはいろんな菌がこの中に混ざってます。だからそれを人間に有益な菌と有益でない菌とに分ける。だから滅菌とか殺菌とかって言いますよね。滅菌と殺菌の違い分かりますね。滅菌は全部殺すとか。え？滅菌は全部殺す。そうね、滅菌ガーゼってあるよ。で殺菌っていうのは人間に有益な菌だけ残して他の菌は死んでしまってる、ね、だから大腸菌とか人間に悪さをする菌というのは全部死んでる。だからただその時の殺菌温度が62度から65度という温度帯で殺菌する方が美味しさが残る。皆さん方の牛乳というのは多分高温殺菌120度何十度
そうなってくると、この中のタンパク質の組成が変わってしまう。だから母乳でも、ね、高温殺菌してしまったら、赤ちゃんにその母乳を流し入れてください。必ず気にする。ね、牛乳というのはちゃんとそれがその牛乳を液体だから液体を固形化しないと消化というのは人間はできない。液体は吸収だけです。水を飲んだらそのまま吸収される、ね、だから牛乳というのはそういうにして今粒子として浮いているというのは水に溶けてないんです、ね、その水に溶けてない物質を赤ちゃんの胃袋の中で溶かしてしまって水溶性の物質に変える酵素があります。それをレジェット酵素と言います。人間ね、その酵素は62度から65度で殺菌したものとかあったらちゃんと効いてる。そうすると飲むとお腹の中でキュッと固まる。これがチーズ。だからみんなが朝ごはん食べたりパン食べたりお肉食べたりいろんなもの食べる。あれをどういうふうにしているかと、口の中で唾液と一緒に混ぜてゲル化状にして変えてる。それでお腹の中入ってきて、今度は胃の中のいろんな乳酸菌や酵素によって全部不溶性であったやつを全部水溶性の物質にして腸まで行って腸から吸収する。それで残ったやつはうんこにして出てる。食べ物のカスですから、それが大便になってて、水のこの中の水は尿として出て、汗として出て、そういうふうな消化原理。だからそういう人間の消化原理によく合ってる殺菌方法っていうのは低温殺菌である。それを見つけたのがパスチョールというフランスの医学者。だからその名前を使ってパスチュライズミルク、パスチョール、ね、ワインでも低温殺菌したら他の菌は死んでるけど乳酸菌は生きてるから長期保存する。そうすると10年20年置いてても何だねなんだけあっておいしいワインが飲むっていうのはそういう。だからボージョレーで飲んだらおいしいって、あれはもうジュースを飲んでるのと一緒やね。今回はここまで。次回はどんなお話が繰り広げられるのでしょうか。次回もお楽しみに。この動画を見ていいなって思った方はぜひチャンネル登録をしてみてください。アートマンチャンネルでした。